ブーラスク級駆逐艦とは第二次世界大戦前にフランス海軍が建造した駆逐艦の艦級である。フランス海軍における類別は艦隊水雷艇である。本級はフランス海軍による新艦隊計画に基づき1922年度海軍計画で12隻が建造されたクラスである。本級の武装配置を示した。 ズボン級の船体は単船主楼型船体であった。クリッパー型艦首から還元の高い艦首甲板上に 13cm 速射砲を棒立てのついた炭素砲がで背負い式に2機を配置2番手砲の基部から上部構造物が始まり、その上に即居技を乗せた箱型の環境の両脇に船橋を設けた。環境と簡素な三脚式の全部マストが立ったところで、 選手楼は終了し、甲板1段分下がって3本煙突が立つ。その周囲は関西邸置き場となっており、二本一組のボートダビットが片面1機ずつ、計2機で運用された。3番煙突の後部に、船体中央部に55センチメートル三連装魚雷発射管が直列に2機が配置された。後部甲板上に後部マストが立ち、 その背後に 13cm 手法が後ろ向きに背負い式で2機配置された。手法は1924年型 13cm 速射砲を採用している。その性能は重量 34.85kg の砲弾を最大行角35度で 18,700m まで届かせられ射程1万 m で走行 80mm を貫通することができる。 この砲を単装砲で4機を搭載した。砲画の不行能力は行角35度、深く10度である。さらに旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分6発である。他に対空火器として、 1924年型7 5トル広角砲を採用している。その性能は重量5 9 3ラムの砲弾を行角40度で射程1 4 1 0 0ル最大行角90度で高度8 0 0 0ルまで届かせられるこの砲を単装砲で一機を搭載した。砲画の不行能力は行角90度不角10度である。さらに 旋回角度は300の旋回角度を持っていた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分15発である。他に 8mm 機銃2丁を装備した。対艦攻撃用に 55cm 巨雷発射艦を3連装で2機を搭載した。本級は収益後の1930年代に順次。 対空火器の 7.5cm 広角砲と 8mm 機銃を撤去してを新型のものに更新した。オチキス 3.7cm 機関砲を連装砲がで2機と、オチキス 13.2mm 重機関銃を連装砲がで2機搭載した。ありがとうございます。